はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今日は先々週に引き続いて、ヨハネ福音書のラザロの物語から、神様の御声に耳を傾けてまいりたいと思っております。では聖書を朗読いたします。ヨハネ福音書の11章28節から44節まで、新共同訳聖書で新約聖書の189ページになります。イエス涙を流すというところ、私が朗読いたします。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には、盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けるとイエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。はい、ここまでですね。今日は先週の続きのお話ですけど、ラザロ蘇生のお話を、ヨハネの11章の初めのところから、まあ、ちょっと簡単に、振り返ってみたいと思います。まずこの物語、マルタとマリアという女性たちがいて、その兄弟ラザロが病気で、命の危険があったということでしたね。ラザロはイエス様の親友だったと、そしてマルタとマリアは、イエス様に助けを求めたんですよね。しかしイエス様はラザロがいる、ところからは結構遠い場所に滞在していたんだと。イエス様はですね、その、彼女たちの助けてのこう声を聞くわけですね。使いの者が使わされてですね、でイエス様はその答えるわけです。11章の4節ね、イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。はい、まあ、ラザロは病気で死ぬことになるんですけども、イエス様はそのことを分かっていたわけですよ。だけど何もしないでね、イエス様は2日間黙っておられたわけですよ。それは神の栄光の現れにつながることなんだということですね。そしてラザロは死んじゃったんですね。イエス様はね、その死んだことが分かってからこの彼らがいるベタニアに向かって出ていくんですよね。イエス様はわざと2日間何もしないで、ラザロをその病気で死に追いやるわけです。イエス様の側からしてみればそれは神の栄光のためなんだということ、そういう理由なんですけど、私たち人間の側で言えばね、それはちょっと結
構しんどい話でですね、あの人間の常識で言えばね、そんな病気で、家族のラザロを失うっていうことね、マルタやマリアにしてみればもうそんなのはもう絶望でしかないですよね。でもそれが神様の側にあってはそれは御心だったんだということです。イエス様はラザロが病気で死ぬまで放置していたということですね。イエス様のこのご対応、ああ冷たいなって感じませんかね。人間には多分冷たく感じるんだと思います。まあ事実マルタはね、あの何も動いてくれないイエス様に対してね落胆しましたよね。あのでも人間の考えではね、わからないことのその奥にね、実は神様のお考えってあるということですね。神の最善というものはあるということですよね。これ私たちが人生で味わう様々な出来事においても同じことが言えるんじゃないのかなと思います。人生は自分の思う通りにはなかなか進まないですよね。どちらかというと大変なことの方が多い、うん、そういう出来事の奥に、神様の御心があるということを、覚えておきたいなということを、先週かな、あのそのメッセージの時にそんなことを私お話しさせていただいたかと思います。そしてイエス様がね、あのラザロが死ぬのを待っていて、いよいよ死んだと分かったと、そうするとイエス様はねご自分の計画をこうそこにいた直弟子たちに打ち明けるんですよね。11節こうお話になり、またその後で言われた、私たちの友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行く。はい、このイエス様の言葉ね、直弟子たちは誰一人としてその意味が分かっていなかったんですよね。で12節ね、弟子たちは主よ眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたのと思ったのであると、イエス様の御心と弟子たちの理解全然噛み合っていないわけですね。そこでイエス様はね、弟子たちにラザロが死んだことをはっきり言うわけですよ。ラザロが死んだからこそ彼のよみがえり、それはその神の栄光の表れとしてね、弟子たちは見ることができるわけですね。だからイエス様はあのご自分がラザロの元に駆けつけなくてそれでよかったんだというわけです。11章の14節、そこでイエスははっきりと言われた、ラザロは死んだのだ、私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった、あなた方が信じるようになるためである、さあ彼のところへ行こう。イエス様はラザロが死んだことをね、この11節のね、友のラザロが眠っているって言ってね、私は彼を起こしに行くって言われるんですね。私たち人間にとっては誰かが病気で死んだらそれは死ということですよ。死は絶望です。でもイエス様にとってはラザロは死んでないんですよね。私たちもラザロと同じように死ぬんですよ、いつかね。だけど神様の目には人の死はね絶望ではないんですね。人はただ眠っているだけなんですね。ここ覚えておいてくださいね。だからイエス様はね、死んだラザロをよみがえらせることを、私は彼を起こしに行くって言われるんです。はい、神様は眠る者を起こしてくださいます。イエス・キリストを主と信じる者はね、すでに、死から命へ移っている。先週かな、引用した聖句あります、ヨハネの5章の24節、はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。はい、起きた時ね、私たちは朽ちない体となってよみがえります。朽ちる体で死ぬんです、一度ね。そして朽ちない体でよみがえるんです。その復活の希望を教えるための印としてね、それが、今日のラザロ蘇生の出来事であります。イエス様の直弟子たちはこの奇跡の御業をね、直接その目で見させられるんですよね。でそれはね、この15節にありますね、あなた方が信じるようになるためである。
はい、そのためなんですよ。だからイエス様はね、ラザロが死ぬ前にラザロの元に行かなかったことを喜んでいるって、まあそういうふうに言うわけですね。ところが弟子たちはね、イエス様がそう教えてくださってもですね、まあ死人が蘇生するなんてそんなこと全然信じられるわけないんですよね。そもそも弟子たちは、イエス様のおっしゃったことの意味全く理解していませんでしたからね。だからトマスはね、なんか変なこと言いましたよね、私たちも行って一緒に死のうではないかとかね。このトマスの言葉はイエス様の教えがちゃんと受け止められていないということがもうあらわになっていますよね。イエス様はね、もう直弟子たちにこれ以上何言っても、理解してもらえないんだろうと、何か悟られたんでしょうかね。もう教えることをやめて、ラザロのいる、ベタニアにいよいよ向かうことになりました。イエス様は、マリアとマルタの元に行ったわけですけどね、マルタの方はそれが分かるとすぐに家の外へ出迎えに、出て行ったわけですね。そしてマルタは自分の気持ちをね、それは多分複雑な気持ちだったと思うけども、その気持ちを打ち明けるんですね、イエス様にね。21節、マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。はい、絶望しているんですよ、マルタはね。その落胆の気持ち、それに何かプラスしてね、イエス様にね、どうしてね、もっと早く来てくれなかったんですかっていう、何かイエス様に対するクレームっていうかね、そんな思いがなんか入り乱れてるような、そんなマルタの言葉のように思えるんですよね。マルタはイエス様が神に選ばれた人であるということを信じていましたね。だからイエス様のことを主と呼んでいましたよね。でもね、マルタはイエス様が神ご自身であるということ、そこまではっきりね、イエス様のことを信じることができていなかったんですよね。イエス様はマルタにね、あなたの兄弟は復活するって言ったんです。ところがね、マルタはね、23節から4節のところね、24節、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言ったと、まあそういう言い返したわけですよね。マルタは復活をね、何かユダヤ社会のその宗教社会で教えられている教え、うん、そういうふうに受け止めていたんだと思いますね。だから、マルタにとっての復活というのはね、はるか彼方の将来にある希望なんですよ。いつの日かわからないけれどもっていう、うん、そういうところにある希望。マルタの現実のその今のその彼女の人生において、そのね、ユダヤ社会の人たちが教えていた復活の教えというのは、彼女にとってはその今希望を与えるものではなかったわけです。やがていつかっていうところだったわけですね。イエス様は絶望しているマルタにね、お言葉をかけられましたね。有名な御言葉、11章25節、イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。ここでイエス様は、私を信じる者は死んでも生きると言ってね、ラザロが蘇ることを宣言なさったわけですけども、そもそもね、私たち人間にとってはラザロは死んだんですけども、神様の御目にはね、ラザロは死んでないわけですよね。ただ眠っているだけなんですね。死んだラザロはイエス様のことを主と信じていた人ですよね。イエス様をキリストと信じる人は死んでも生きる、決して死ぬことがない。イエス様はそのことを教えられるわけですね。イエス様はマルタにそのことを信じるかと問うんですよ。しかしマルタはね、一度死んだものがよみがえるなんてことはとても信じられないっていうことですね。マルタのことを私たち笑えないと思うんですよね。私たちも同じように思ってしまうんじゃないですかね。涼しい顔して何か信じますみたいなね、そんなことを言えるんでしょうかね。誰か周りの人にはね、何か強がってね、私は信じていますよみたいな風に、何かこう世間に対するポーズというかね。でもイエス様は全てお見通しですからね。イエス様
と私と、イエス様と二人きりの時にね、イエス様にそんなことを正直に、涼しい顔して言えるかな、信じますと、死んだ者も蘇るって信じますって言えるかな、マルタはイエス様の問う意味がはっきりと理解できていませんでした、この時ね。だから27節、マルタは言った、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。マルタはイエス様の福音の力がね、この世に力を及ぼすのはね、そのいつ訪れるのかわからない未来、すごい将来のことに限定してるんですね、マルタはね。イエス様の福音の力は将来だけのことじゃないんですよ、今も含むんですよ。今現在の私たちのこの実生活の中でね、影響を及ぼす力があるんですよ、福音にはね。ところがマルタはそのことが分かっていなかったわけです。そして今日の聖書箇所へと、物語は続いていくわけですね。イエス様は次にマルタの姉妹マリアとお話をするために、マリアを呼び寄せるんですね。今日のところ読みましょう。28節から、マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。はい、マリアはね、イエス様のもとに来るとすぐに足元にひれ伏すわけですね。この様子見て皆さんどういうふうに思われますかね。神様の御前にひれ伏す、何かこう信仰者としての麗しいこう態度、そんなふうに皆さん見えます？まあそういうふうにね、この聖書箇所から解釈する人もいるようなんですけどね。このマリアの態度はですね、私たちクリスチャンが何かこう日曜日にね、教会に行って礼拝をこう捧げる時のこうひれ伏す、そういう見習うべき態度、こういうところから学ばなければならないんだみたいなね、そういうふうに考えておられる方もいるようなんですけど、私はそういうふうには全く思わないですね。ここはそういうことを表してるんですかね。何かクリスチャンが礼拝する時の態度、ひれ伏しますと、そのことを教えているわけではないと思いますね。このマリアは落胆しているんですよ。イエス様がね、ラザロがこう命が危ないということを知っていてもすぐにこう動いてくれなかったんです。そのイエス様の対応の悪さ今頃どうしてというような、イエス様にがっかりしちゃってる、そういう気持ちの表れ、なんじゃないのかなと思いますね。マリアは礼拝しようとしてるんじゃないと思いますね。次の33節見ればね、イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、書いてますよね。そしてマリアは泣きながらね、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言ったわけですよね。マリアもマルタと全く同じ言葉をイエス様と会ってまず第一声として言うわけです。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、これ全く同じセリフなんですよ。マルタとマリア、イエス様と対面した時、この姉妹は2人とも全く同じセリフでイエス様に自分の気持ちを打ち明けるわけです。もうね、多分ここはね、もう何を今更のんびりのこのこやってきたんですかっていうようなね、もう手遅れじゃないですかという、イエス様に対する何か抗議の気持ちもこの言葉には入ってるんだと思いますね。この福音書を書いたのは使徒ヨハネですけども、この姉妹が同じ言葉をイエス様に語ったということを記したんですよね。この二人の姉妹が味わったこの悲しみの気持ちと、またイエス様に対する失望というかね、そういう彼女たちの落胆する気持ち、非常によく表れていると思います。ただマルタとマリア、ちょっと違うところがありますね。この同じセリフを言った後にね、マルタはね、落胆しているんですけれども
マルタだけはね、なんとかね、こう信仰に立つというかね、そういう気持ちがあるんですよ、彼女には。この21節でね、マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と、まあ、こう、少し不満の思いもあるような言葉を言うわけでね、でもね、この、しかしっていうこの逆説の接続詞がついてね、次にこういう、しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。はい。なんとかね、こう、マルタはね、この、信仰に立とうとするようなこう気持ちが何かこうここから感じられるんですよね。一方マリアはね、今日のところ、32節ね、マリアはイエスのおられるところに来てイエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、まあこう一個続きますけど、マリアはね、イエス様の前でもう泣くしかできないわけです。ここね、マルタと違うところですね。ラザロが死んだことでもう絶望して悲しみに暮れているんです。この人たちの様子をイエス様はご覧になって、続きこう言われます。33節、イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。はい。マルタもマリアも、どちらも、結局、イエス様が神の御子救い主であるということをね、まあ、なんとなく信じていたんだと思いますけれども。しかし、イエス様という方はね、無から有を作られたお方、初めからおられたお方、創造主なる神なんだということ。そこまでの神認識はなかったんですね、彼女たちはね。だから死んだラザロをね、今この時によみがえらせるなんてことはもうできるわけがない。マルタもマリアも、この世の常識の影響を受けながらもイエス様のことを主と呼んでいたわけですね。だからマリアに至ってはね、もうただただイエス様の前で泣くしかできなかった。だから彼女たちの信仰は神様の御心の信仰ではなかったわけです。この時まだね、不完全だったんです。別の言い方をすれば、まあ不信仰ということも言えるかもしれませんね。私たちも人生で失望してしまうようなことってたくさんあるんだと思います。マルタやマリアのように、まあたとえイエス様のことを主と呼んでいる私たちクリスチャンであってもね、いつも主だよ、主よ、主よって言うじゃないですか。でもね、何か大変なことがあった時に 100% 疑うことなく死人がよみがえるなんて信じて、こうイエス様に手を挙げてね、私は信じますなんて言い切れるような人、どのくらいいるのかなと思います。周りの人たちにね、口だけで言うならいくらだって言えるんですよ。でもね、神様に対して 100% 疑うことなくね、その神と私という二人だけの関係においてね、イエス様に私は信じきりますみたいなね、そういうことを言い切れる人って、まあ、意外と少ないんじゃないのかなということも思います。ちょっとしたことがあるとね、私たちはすぐにぐらつくんですよ。現実の死の悲しみがね、何か私たちの人生にこうドーンとこう重くね、何かのしかかってくるような時ってあるんですよね。イエス様がね、死に打ち勝つ力があるということをね、少しの疑いもなく信じるって、なかなかね、人間の努力でできることではないんだと思います。私たちはね、どうしてもね、死んだら終わりだっていうな、そういう現実の問題に悩まされるんだと思います。まあ特にね、身近な人たちの死があったり、また自分自身の死の問題を考えざるを得ないような状況にあったり、そしたらマリアが泣いていたようにね、私たちも泣くしかできないような、そういう時ってあるんだと思う。泣きじゃくっているマリアの様子をご覧になってイエス様はね、ここ33節ね、心に憤りを覚えて興奮して涙を流された。はい、
このイエス様が涙を流された、これ非常に短い、御言葉ですね、とても印象深いですよね。神様なのにね、あの心に憤りを覚えるで興奮するらしいですね。神様なのに、そして神様なのに泣くんですよ。どうしてね、イエス様ね、涙を流されたんでしょうね。この理由ね、涙の理由、マルタとマリア、また直弟子たちも含めてね、そこにいた全ての人たち、イエス様のことを主と信じていながらもね、全能の神であるイエス様にね、全幅の信頼を寄せることができていないんですよね。そのイエス様に対する不信というかね、不信仰とも言える、そういうものに対するイエス様の涙なんだと思います。今日の前のところのね、11章の4節ね、イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。またその後、23節ね、あなたの兄弟は復活するってイエス様はそうおっしゃったんですよ。だけどそこに人たちはね、全部、そのことを受け止められなかったですね。自分たちが目に見える世界のね、常識ってあるんです。その常識に引っ張られてるんですね、その人たちはね。神であるイエス様がおっしゃっていることを誰も正しく受け入れることができていないんです。この彼らの、何か救い主キリストに対する何か無理解というか不信仰、それに対する涙がね、このイエス様の涙だと思いますね。でもね、イエス様が泣いてるのを見て、そこにいた人たちはイエス様の涙の理由勘違いしちゃってるんですよね。それが、36節、ユダヤ人たちはご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った、イエス様はね、ラザロが死んだことを悲しんで、泣いたんだ。それ違うと思いますよ。違いますよ。それだいたいね、イエス様はね、ラザロが死んだと思っていないわけですよ。私たち人間の目にはラザロは完全に死んだ人ですよ。そう見えるんです、当然です。でも神様の目には、私たち人間の死は眠っているだけなんですよ。なぜならね、それは蘇るからです。でもこの世の価値観にね、影響を受けている人にとってはね、そのことは分からないですよね。何を言ってるんだって話ですよね。だからね、この37節、しかし中には盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。まあそう言ってね、イエス様に対する、何か文句というかね、イエス様に対する期待外れの思いというか、このセリフの中にありますよね。それでイエス様は再び心に憤りを覚えられるわけであります。そして続けます、38節、イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除きなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。はい、イエス様はね、もうマルタやマリア、またそこにいた人たちのその神様に対する、イエス様に対する信頼のなさ、それにね、もう黙っていることができなくなってきたわけですよ。それでね、40節、イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。まあこの言葉からもイエス様の気持ちが伝わってきますよね。イエス様の心の憤りってね、私たちの人間の神に対する信頼のなさ、そこへの憤り、主はね、私たち人間の希望をね、根こそぎ奪うんですよ。その死に対する、イエス様の憤り、まあもっと言えばね、その死をもたらすことになった人間の罪に対する憤り、イエス様はね、罪ある私たち人間のこの問題、に対して憤られてね、そして、罪と死の現実にね、勝利して新しい命を与えるために、まあ神の御子イエス様がせっかく来てくださったのにね、しかしそのことを誰も信じようとしない人間の不信仰に対する
憤りだと思いますね。それでイエス様はいよいよですね、行動に移すわけですね。この物語のクライマックス、ラザロ蘇生の時ですね、41節から、人々が石を取り除けるとイエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってからラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって生かしなさいと言われた。はい、イエス様が祈られてね、その後ラザロ墓からよみがえるんですね。こんなことはもう前代未聞じゃないですか。もう腰が抜けるような奇跡ですよね、こんなこと起こったらね。この42節でねイエス様言ってますけどね、イエス様がこの奇跡を起こす目的はね、神様が神の御子イエス様をこの世に使わして、この御方が救い主であるということをね、私たち人間に信じさせるためなんですよね。そのための印としてイエス様はラザロ蘇生の奇跡の技をなさったということですね。この奇跡を見聞きして、イエス様が神の御子キリストだということを信じた人たちはですね、神様に対する信頼が深まっていくんです。でも逆に信じられない人も生み出すんですね。この奇跡の出来事を通してますますイエス様のことが分からなくなって、イエス様を妬んだりね、恨んだりするもの、そういうものが起こることになるわけですね。次のね、込み出し見ますとね、45節直前にね、イエスを殺す計画ってありますよね。イエス様とファリサイ派を中心とする宗教家たち、このことでまた決定的に亀裂が深まっていくわけですよね。そしてこの両者の関係はますます悪くなって、イエス様は命を狙われるようになります。その先に十字架があるということですね。しかしその恐ろしい何か敗北の象徴のような十字架、そこでの死、イエス様の死という出来事を通してね、神様の勝利があるということ、神の栄光が表されるということね。私たち人間の罪の許しとまた救いの御業が成し遂げられたんですからね。だからこの十字架というのは非常に逆説的ですよね。十字架と復活ですね。イエス様の涙は、イエス様に信頼しない私たち人間の不信、それに対する涙だと思います。イエス様を救い主と信じていない人はね、神様に対する不信って、まあなんとなく言ってる意味わかるけれども、クリスチャンと呼ばれる人でもね、私たちもね、まあいつも主よ主よって言うじゃないですか私たち。でもね、イエス様に全幅の信頼を寄せることができないような時ってあるんですね。今日の聖書箇所のマルタとマリアの態度はね、そのことを私たちクリスチャンに何かこう突きつけてくるような、そんな思いがするんですよね。マルタとマリアは兄弟ラザロの死という、まあ、大きな問題に直面した時に、何もしてくれないイエス様に、まあ、一言文句言ってやりたいと、そんな気持ちも込めてね、嘆いて泣いていたんですけど、もし私たちだったらどうするでしょうね。イエス様は助け主、イエス様はいつも私たちを助けてくださるお方だって、そういうことを私たちいつもなんとなく思っていますよね。困った時のね、神頼みって言われるかもしれないけども、まあ、困った時にね、主よ、私たちが呼び求めることができるって、これはね素晴らしい恵みだと思いますね。聖書にもね、イエス様は私たちを助けてくださるお方だって書いてますよ。だからね、マルタやマリアもね、助けてって叫び求めたんですよね。私たちも同じことをするんだと思う。そうしていいんですよ。イエス様助けてくださるお方だって書いてますよ、聖書にも。例えばね、ヘブライ書のね2章の18節ね、事実
ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。はい、イエス様は助け主です。そう書いてますよ、聖書に。また旧約でもね、たくさんありますよ。まあ一つご紹介するとね、例えばイザヤ書の41章の13節ね、私は主あなたの神、あなたの右の手を固く取って言う、恐れるな、私はあなたを助けると。はい、聖書にそうはっきり書いてますよ。私たちは、神様は私たちがどんなことがあっても、たとえ命に関わるような状況に私たちがなったとしても、それでも神様は私たちのことを助けてくださるお方だということ、そのことを私たち信じきることができるかな。神様に対して 100% の信頼でそう言い切れるかなって私思っちゃうんですね。それともね、もうダメだって、マルタやマリアはね、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったんでしょうに、まあそう言ってね、まあ神様にがっかりしてつぶやいたわけですよね。もし私たちがそうつぶやくとね、イエス様は多分今も涙を流されると思います。皆さんはね、どうですかね。私はね、これまで何度もイエス様のことを泣かせてきているんだなということを思っちゃうんですよね。これからもね、イエス様を泣かせてしまうかもしれない。まあ正直言うとね、私ね、イエス様のことをもう泣かせませんなんて 100%、自信があります、そういう自信がありますなんてちょっと言い切れないんですよね。それは口では何度でも言えますよ。ご立派な信仰あるんですって人の前でね、素晴らしいクリスチャンですって自分を装うようにして、そういうような言葉では何ぼでも言えるけれども、でも誰もいないところでね、神様と一対一で向き合っている時にそうやって言えるのかなって、まあ今メッセージね、私今北見のホテルの部屋で一人でしてるんですけど、今イエス様と一対一なんですよ。イエス様にそうやって言い切れるかなって自信がないんですよね。その時になってみなければ分からないというのが正直な思いです。今日の聖書箇所でのイエス様の涙はね、マルタやマリアたちのその悲しみに同情して泣かれた涙なんだって、そういうことを言う人がいるんです。またね、親友ラザロじゃないですか。その親友が亡くなってイエス様は友を失って悲しかったんだと、それで泣かれたんだと、そういうふうにこの聖書箇所から解釈する人もいるようなんですけどね、私はそういうふうには全く思えないですね。これは同情の涙なんかじゃないんだと思う。確かにね、イエス様は私たちに同情してくださるお方だって聖書に書いてますよ。さっき読んだヘブライ書ね、ヘブライの4章の15節、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。はい、でもここでのね、今日のところでのイエス様の涙はね、そういう意味での涙ではないんだと思います。イエス様はめったに泣かないんですよ。どれだけ自分の目の前にね、罪ある人間がいてもね、またどれだけ病に苦しんでいる人たちがいても、誰かが死んでもね、イエス様は泣かないんですよ。なかなか泣かない。まあ泣かなくてもね、イエス様はね、その苦しむ人たちのことを同情しておられるんですよ。ただしね、今日の聖書箇所のイエス様のこの涙ね、それは、ラザロが死んだことを悲しんでの涙なんかじゃない。マルタもマリアもね、イエス様のことを主と信じているのに、それにもかかわらず死のことで絶望している、その不信、またそこから口から出てくるね、その不信から出てくるつぶやきの何か言葉というか、それにイエス様は心揺さぶられて憤られて涙流されたんです。クリスチャンの神様に対する信頼のなさ、そこに悲しまれてイエス様は涙を流されたんだと思います。マルタもマリアもその後、信じがたいね、ラザロ蘇生の奇跡を
まあ、目の当たりにするわけですね。マルタとマリアはね、自分たち のイエス様に対する信頼のなさ、自分たち その罪のことに多分気がついたんじゃないでしょうかね。ラザロが蘇った時にね、自分たちがイエス様に信頼しきってなかったんだ、何かこう自分の信仰のダメさというかね、罪深さとも言えるかもしれないし、何か在籍感を感じちゃうっていうかね、私も今感じちゃってるんですよね。イエス様に信頼しきれているのかなって。でもね、今日の聖書箇所を見るとね、マルタとマリアに対してイエス様は一切ダメ出ししないんです。はい、イエス様はね、マルタとマリア2人を見つめながらね、そこにいた人たちに対してね、言われたんですよね。今日の聖書箇所一番最後の言葉、44節、すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。はい、イエス様はね、マルタとマリアの不信、彼女たちの罪をね、一切責め立てたりしないんですよね。こういうイエス様のご愛を見るとね、私たち人間は罪が許されているということをね、知るんですよ。その許しをね、私たちはただ感謝して受け取ることしかできません。そういう恵みの世界が神様の側から私たち人間の側へとこう迫ってくる、福音の世界ってそういうことなんだと思います。不信の言葉をね、言って落胆していたのがマルタとマリア、それに対してイエス様は憐れみの眼差しでね、愛の眼差しで二人をご覧になっていたんじゃないでしょうかね。神様に対する不信というのは、実は私たち人間のこの世の常識からもたらされることが多いんです。マルタとマリア、この世の常識に引きずられていたわけです。神の御子であるイエス様に対してね、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにとね、彼女たちは神の力をこの世の常識の範囲内で受け止めていたことが、まあこれで分かっちゃったわけですよ。兄弟ラザロの死というね、悲しい出来事を通してマルタとマリアの神様に対する信頼のなさが暴露されてしまいました。今日の聖書箇所、ラザロ蘇生のお話がね、イエス様を主と信じる私たちクリスチャンに与えられているその復活の恵みについてのこの先取りの教えだということであればね、皆さん復活信じられますかね。昔私クリスチャンになる前かな、当時所属していた教会に、中国や北朝鮮へ宣教しておられた宣教師の先生来られてね、その方と個人的にもう相当長い時間、数時間交わりの時が与えられて、随分いろんなお話しすることがあったんです、バプテスマの前にね。その時にね、その先生から私質問されたの、あなたは十字架と復活どちらの方を信じられますかって質問されたんですよ。皆さんなら何と答えられます？十字架というのはね、何かどちらかというと分かりやすいんじゃないでしょうかね。誰かのために自分の命を犠牲にするって、別にイエス様じゃなくてもね、そういうことする人いるんですよね、誰かのために、キリスト教じゃなくてもそういう犠牲の死というのはよくあるお話ですね。ところが復活ということを言えばね、まあ復活というのはね、作り話では何度でも言えるかもしれないけども、本当に死んだ人が蘇った、しかもイエス様の場合はその蘇りはね、朽ちない体への蘇りですからね、そんなことですね、この世の常識では全く考えられないお話ですよ。この科学が発達した時代にですね、そんなことね、この世の社会で本気で信じていたらですね、あなたバカじゃないのって言われるのがオチですよ。世の中からバカだと言われたくないから信仰の事柄をね、何かこの世の常識に合わせていくようになるとね、聖書に書かれているイエス様の奇跡物語をね、全部作り話ということ、
それは比喩的な表現ですということになるんですね。比喩的な表現で神様は別なことを私たちに教えようとしておられるんですみたいなこと、だからそれは本当にあったお話じゃないって、うん、そういうふうな聖書の読み方をする方々、リベラルな方々にはもうたくさんいらっしゃいます。まあそういう方々にとってはクリスチャンの復活、永遠の命というのはね、実に観念的なことになりますね。本当にね、この体がね、この体が朽ちない体になってよみがえるって、そうやって信じていないんですよ。あくまで復活というのは比喩的な表現として捉えるんですね。この世の常識ってね、自分の周りの人々に対する心遣いなんじゃないですかね。人の目気にして、科学的なその常識っていうことを気にして、うん、そういうこと、心遣いをすると神の言葉をそのまま食べるのを邪魔してしまうんですよね。別の言い方すると、神の言葉に対する不信ということになります。そういう人は命を左右するような人生の問題に直面すると、神の力が及ぶ範囲を非常に小さく狭くしてしまうでしょう。復活に対する信仰は限りなくゼロに近づいてくるでしょう。もしあなたが復活について何かの比喩的な表現だって言うんだったら、あなたの復活はないということになってしまいますね。パウロはね、第一コリントで言いましたよ、第一コリントの15章の14節、そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。復活を信じられないと、どうやらあなたの信仰生活は無駄らしいです。あなたがイエス・キリストの福音を信じて生き続けていくことができるように、神様はそのことも念頭に置かれて、かつてラザロを蘇生させたんじゃないでしょうかね。私たちクリスチャンに朽ちない体へよみがえるその復活の希望を与えるために、その先取りとしてイエス様は死んだラザロを朽ちる体へとよみがえらせたんじゃないでしょうかね。後にイエス様がね、十字架の死を経て本当に朽ちない体へとよみがえることになるわけであります。ラザロ蘇生の奇跡の物語はね、そのことを暗示しているわけですね。使徒ヨハネはですね、救い主イエス様に対して不信の思いを抱いてしまったマルタとマリアの態度を、彼女たちの信仰上のこの失敗談ですよね、これ。それをあえて聖書に記して、後世の私たちにまで伝えてくれました。不信から信仰へとね、神様が私たちに与えてくださる恵みの世界があるということ、神様は2000年後にこの聖書箇所を読む私たちに教えてくださるのであります。不信のものを底なしの愛でね、憐れまれて、そして信仰へと導いてくださる神様に今ご一緒に心を向けたいと思います。求めるものには惜しまずに恵みを与えてくださるのが神様からの約束であります。それでは一言お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、尊い主の御名を賛美いたします。今日も命のパンである神様、あなたの御言葉を与えてくださって、ありがとうございます。ラザロの死に、絶望して、悲しんで落胆している、マルタとマリア、この兄弟姉妹の物語を通して、今日もまたあなたが真理の事柄を教えてくださって感謝いたします。かつて、マルタとマリアが、イエス様に対して持っていた、神認識の足りなさ、彼女たちの不信仰を、聖書を通して、教えられて、その姿が今の自分の姿にまで重なるものであります。クリスチャンとして生きている私たちの今のこの世にまで、つながっているような物語として今日の御言葉を受け止めました。イエス様、あなたが誠の人でありつつ誠の神であることを、私たち人間はどこかこの世の社会の常識の枠の中で、イエス様、あなたのことを受け止めてしがいがちで、
受け止めてしまいがちであります、どれだけ立派だと思われるような信仰者であっても、私たちクリスチャンが命に関わるような問題に直面すると、神様自分自身で誇っているような信仰なんて、すぐに吹き飛んでしまうようなそんな思いです、自分の持ち物と錯覚している信仰のことを受け止めている、私たちをどうぞ憐れんでください、信仰はあなたからのギフトだということをいつもどうか覚えていることができるようにしてください、そうでないとマルタやマリアのように、私たちもあなたに対する、無理解、不信仰が表に出てしまうことになります、イエス様どうぞ今あなたの流された涙のことを覚えさせてください、イエス様私たちあなたを何度泣かせてしまっているでしょう。どうかこの貧しく足りないものをどうか憐れんでください。どうぞ主よ恵みとして信仰を与えてください。あなたが御霊において私たちにかかってくださってどうか不信仰から信仰へとどうぞ導いてください、どうか罪の許しと体のよみがえり常しえの命をアーメンと言って受け取る揺るぎない信仰へとどうかあなたが恵みとして導いてくださいますように。イエス様あなたが与えてくださる復活の希望が将来悲願の彼方にあるだけではなくて今この時にあなたが与えてくださるこのよみがえりの命の力がどうか私たちの今のこの現実の生活に現在化しますように。どうぞ私たちに復活の希望をどうか恵みとして与えてくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝のひととき感謝いたします。この祈りを十字架と復活の救い主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日も御霊に導かれて、皆さん、今この時一時停止していただいてねまたお祈りをしていただければと思います。お祈りがお済みになりましたらいつものように祝祷をさせていただきます。では皆さんどうぞ各自でどうぞよろしくお願いいたします。また後ほど。はい、それでは祝祷をさせていただきます。皆さんそれぞれどこにいらっしゃるんでしょうね。今可能であればそこで軽く頭を垂れになられて神様と一対一で向き合って今神様に集中してください。祝祷いたします。主があなたを祝福しあなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように。仰ぎ恋願くは救い主であるイエス様あなたの御恵みと父なる神様の深いご愛と聖霊なる神様の親しき交わりがこの教会に関わりのあるすべての方々とそのご家族の方々の上にまでも常しえに豊かにありますように。アーメン。アーメン。はい、ありがとうございました。私事でございますが、お祈りいただいておりました私の奥様の足の怪我ですけれども、杖なしでも随分歩けるようになってきまして、少しずつですけれども日に日に、癒されているのが、目に見えて、わかります。お祈り感謝でございます。一言御礼申し上げます。また来週皆様とご一緒に御言葉を分かち合えればと思っております。どうか主にあって皆様健やかにお過ごしください。今日もありがとうございました。失礼いたします。